やりましたよ、このディオン。ザンブレクの闇を打ち果たしました。父上、クライブ、マザークリスタルが。ああ、ひとまず脱出だ。待って、兄さん。彼には恩がある。わかった。殿下指揮の下で独自に展開しており、こちらが統制できる状況にございません。ディオンにここまでするとは。とにかく総力を挙げて新皇宮の召喚に取り掛かれ。都市部は後回しだ。もたもたするな、急げ。直ちに。殿下。ディオン、貴様、血迷ったか。すぐに青龍騎士団を止めろ。ご安心を。民には手を出さぬよう伝えてあります。お助けに参りました、父上。助け？今ザンブレクは闇にまみれております。その根源こそ逆賊アナベラに他なりません。
こんな時に何を言っている。父上、おいたわしや、あなたは闇に蝕まれ、ご自分を見失っておられる。思い出してください、父上。あなたはとても心の優しい異性者だった。それがなぜこうも民をないがしろにするようになったのか、なぜ新たな火種をまこうとしているのか。御賢人の皆々も心当たりがあるだろう。すべてはこの女が我がザンブレクに現れてからだが、広がった闇もこの人形を失えばすべて消えよう。何を。ディオン、陛下に刃を向けるとは何事か。カモン、捕らえろ。父上、かつてあなたはこうおっしゃられた。人が死ぬなら埋めばよいと、建屋が燃えれば建てればよいと。なれば全ての人々が死に絶え、全ての建屋が焼き尽くされた、その時国は、指導者は、神は一体どうなるのでしょうか。今や多くのマザークリスタルが失われた。黒の一帯は広がり続け、人々は混乱している。この国難こそ我々が民を守らねば。それが他国に戦を仕掛け、バリスゼア全土を手中に収めようなどと、あなたは皆が築き上げてきた愛するものを全て灰にせよとおっしゃるのか。ディオン、お前はそれを。私が灰にしろと言ってるんだ。みんな焼けばすぐに型がつくじゃないか。バハムートになってさ、ほら、バリッセを手に入れてよ、兄上。くれると思ってた。本当はもう少し早くこうなってるはずだったけど。まさか貴様が。お前は本当に我慢強いね。でもこれでようやく壊れてくれそうだ。ミュトスが近くまで来てる。さっさと暴れて奴に駆られておいでよ。ねえ、バハムート。父殺しのディオン。うわは後だ。ここは危険です、母上。さあ、お早く。バ
母上。